プラセーン軍は、台南部、スラートターニー県にある軍。軍の名前は、この地域が、モントンナコーンシータンマラートに属していた時の逸話に、由来する。政府は、この地域の統括者としてプラセーンピロムという管理を、派遣した。この管理が軍庁舎を建設している時、県が見つかったがこの県が非常に優れて美しかった、ため王に献上され、 プラセーンダープと名付けられ、軍が保管することとなった。このためこの地域は、プラセーンと呼ばれることになった。しかし、この件は後に紛失したとされ、この話が、本当のことなのか単なる伝説なのかは分かっていない。軍は1896年、モントンナコーンシータンマラートの管轄下の軍として、スタートした。その後、イパン軍という軍が、タムボニパンに降格され、 ラムプーン軍に編入された。1899年、モントンの省庁だったプライアースクムナイウィニットは、この地域を視察し、ラムプーン軍があまりにも大きすぎ、十分に管理できてないことを知り、タムボンプラセーンとタムボニパンを合わせて、プラセーン軍を作った。その後、1906年、軍はチャイアー県の管轄下に置かれた。 1940年頃バーン再訓にある軍庁舎のアクセスが悪いことからバーン、ヤーンディンデーンに新たな軍庁舎が建てられた。1938年8月1日には軍は文軍に格下げされバーンナー軍の管轄下に置かれた。軍に再び昇格するのは1958年のこととなる。1968年 ラーマ9世がこの地を視察。その際、この地域の発展のためキャタピラー社の D4、ブルドーザーを寄付した。軍の東側にはターピー側が流れており、軍の東の境界線となっている。軍内の主な水源はターピー側やイパン側である。軍内はタムボン。シンチャルーニアプラーイプラヤー軍との境界で山がちになっている。このうち、 フライプラヤー軍との境界線の山岳地帯には、クローンプラヤー野生生物保護区となっている。交通は、国道44号線が、南西から北東に向かって通っており、南西に、アーオルック方面、北東に、カーンチャナディット方面に通じている。国道4133号線が、南北に通っており北に、プンピン方面、南に、トゥンヤイ方面とつながっている。 国道4009号線が東に伸びており、ウィエンサ方面と国道4037号線が南に伸びており、ヌアクローン方面と西に国道4035号線が伸びており、アーオルック方面とつながっている。軍内の主な産業は農業と売買やサラリーマンなどの商業である。農業ではパラゴムの木、油足などが生産されている。 軍は7のタムボンに分けられ、さらにその階に73の村がある。自治体があり、以下のようになっている。また、軍内には7つのタムボン行政体がある。ありがとうございます。